どこが大親友やね。これで掃除しとけって感じよな。これはされたらもう超うざいね。はい、皆さんこんにちは、マーシーです。今日は煽られたらうぜーって思う妹ベスト10をご紹介していきたいと思います。皆さんは煽られたことありますか？煽られたことある方はぜひ入ってるか見てください。それではレッツゴー。それでは第10位からいってみましょう。第10位はこちらです。ダンスムーブ。これはね、誰でも持ってるがゆえにうぜえのよ。なんかうぜえのよな、これやられると特にさ、なんていうの、このドヤ顔、このドヤ顔ね、今のちょ、もう一回見てみましょう。ドゥルルルル、うぜえのよな、このキメのキメ顔で、この顔されるとマジでうぜえってなるよな。ほんまに。ダンスすんな。ダンスすんな。ダンスすんな、すんで、キメ顔。うぜえわ、やっぱ。はい、そして第9位。ディスコフィーバー。これはね、なんて言うんだろうな。いや、踊るなってなんだよ。これ倒された後にこれされると、いや踊るな、そんな、なんだよその V ポーズで、ヒラヒラしたこの左手のこの V の後の、この V の後の、来るよ来るよ、あ、これこれ、この V の後の、これ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 、なんだよこれ、もう見ろよ、観客見てるかみたいなやつ、誰も見てねえよみたいな感じよなこの V からのこれ、なんやねんこれ。さあ、そして第8位はクリーンスイープ。これは一時期流行りましたよね。新手の煽りエモートって言って死体を掃除するみたいな。何なんだろうねこれね。まあ、当時は流行ったよね、煽り方としてはね。まあでもこれ未だにされてもやっぱうぜえってなるよなやってるわみたいな。いや、それやんだったらお前の部屋片付けとけって感じだよねこれはあの机、教室の溝と溝の間、これで掃除しとけって感じだよなそういう、それぐらいな感じのうざさ。そして第7位はベストフレンズ。いや、この妹でなんで名前がベストフレンズなん、この妹でなんで名前がベストフレンズなのこれ。なんていうのこの、右左右左、ジタバタジタバタみたいなこの右左ジタバタ超うぜえよマジ。これ想像してみて、これ自分がダウンさせられて、ベストフレンズつって、どこがベストフレンズやねん、どこが大親友やねんって感じよマジでこのジタバタはやっぱ煽り性能めちゃめちゃあるよね。煽り性能めちゃめちゃある。さあ、そして6位は勝利を味わえ。あー、もう俺が勝ったぞみたいな、やってる人いるよねこれね。やってる人いるんだよねこれ。ちょびっとだけ やるんだよね、連続でね。ドゥン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 って、あれもちょっとよくわからないよなこれやってるやつ。これ V2 つっていうね、 V2 つ W でわらわらわらみたいな、うるせえわみたいな感じだよねマジで。はい、第5位、陽気な気分。陽気な気分、うわ、このなんていうんだろうね、この右左右左交互みたいな、この足のステップ、これ大体あれだね、これ見てて思うけど、煽りエモートに使われる率高いね。陽気な気分でこんなんなってるやつおる？おい、ちょっと元気？今陽気な気分なんだよね。絶対なってるやつおらへんの。変なやつやん、これ。なんやねん、これ。ドゥンドゥルドゥルン。ドゥルドゥルン。ドゥンドゥンドゥドゥルドゥルンだろ？うぜぇ。さあ、そして。そして4位はエルフホイホイ。
やっぱりな、やっぱりこの右足交互にジタバタしてんのこれ、アオリエモードこのポーズだよね、右手の草持ってるやつ。まあ、これあの嫌いな、学校で嫌いな人いたらこれ絶対やるわなんだよこの葉っぱ、どっから見つけてきたんだよエルフホヨホヨ。この名前つけたやつもうぜえ名前つけるわ、もう4位からうぜえ名前つけてるわ。さあそしていよいよ第3位、大喜び。こんな感じで喜んでるやつおるか。喜んでた時ってもっとよっしゃーよっしゃー嬉しいみたいな感じじゃん。なんやねんこれ、なんこの両手広げてやっぱ右足左足交互にジタバタジタバタ、なんやこれ喜べる様子入れてほしかったよねこれこれ煽りの喜び方やん。これはまあでもね、されたことあるよね、されたら超うざいよね、トップ3だけあって超うぜえわこれ。第2位、この負け犬が、これはもう完全にもう名前からして煽りエモートだろこれ。なんでこれ作った、エピックゲームス、なんでこれ作った、エルも何なんだろうなこの、やっぱり。そして右足左足ジタバタジタバタ、もう何やねんこれ。やっぱこの第なんていうんだろうね、煽りエモートトップ10に入るやつは結構煽りっぽいエモートだね。これしてくるやつおるよな、これもう完全に煽りっていうエモートだもんな、これは完全に煽りエモート。これマジ昼休みなんかカレーで肉たくさん入れてほしいのにピーマンめっちゃ入れられた時これやるわ俺。さあそして堂々の1位に輝いたのはこちらです、止まらぬ笑い。これはされたらもう超うざいね、これ激戦の上末とかにされてもうぜえけど、なんかギリギリで勝ったのにこれやってくるやつおるよないやそんなに笑うところ違うけどなみたいな、もうギリギリで勝ってたからそんな笑うところでもないし何にもおもろかったないぞお前、体力15やんけみたいなやつでもこれやってくるやつおる、あれなんなんだろうね。まあ、これ使ってるやつおるいる、まあ、これが堂々の第1位に選ばれましたということで、ベスト10形式いかがだったでしょうか。皆さんされたことあるエモートありますでしょうか。いやこれが1位だろう、これが3位だろう、これが5位だろうみたいなのがあればぜひコメントに書いて教えてください。じゃあそんな感じで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。